100点満点の神ガラフトでーす。イエーイ。はい、どうもメンタスコアとナードルボでございます。本日はですね、ドラフト2020がね、終了いたしましたので、その結果と少しね、選手の解説をするというちょっと動画の方を撮っていきたいなというのは思っております。あくまでね、私素人ですので、素人が見た目線ということで、こんな意見もあるんだなという形で聞いていただければなというのは思っております。概要欄の方にですね、選手の実際にプレイしている、動画の方をリンクで貼っておきますので、まずさっきのそのね、スタイルから見ていただければ、よりね、動画が分かりやすくなるのかなというのは思いますので、動画のリンクの方からぜひね、動画の方をさっき見ていただければなというのは思っております。それではね、ドラフトで指名しました本指名6位の選手と、育成ドラフトで取りました2人の選手をご紹介していきたいなと思います。まずは全体の指名の方から見てまいりましょう。こんな感じになっております。はいね、まさかのその図なんですけども、1位指名で明治大学の入江選手を指名してまいりました。2位指名でね、ドラフト1位候補のね、意見が多かった牧選手をなんと2位で取ることができました。3位にはね、久しぶりの横浜高校枠の松本選手、4位は、履正社の小深田選手、5位はヤマハの社会人のピッチャーの池谷選手、6位は静岡商業高校の高田選手、育成ドラフトで1位に、法政大学の石川選手、育成2位に、横浜隼人の加藤選手を指名してまいりました。そうですね、全体のドラフトをね、見ていくんですけども、もう神ドラフト間違いないですね。ドラフトはね、5年寝かせないとどうなるかわからないという部分もあるんですけども、現時点で見ていれば100点満点中間違いない100点のをつける、内容のドラフトだと言いますし、本当に文句のつけどこがないドラフトですね。何が私一番すごかったかと言いますと、前のね、動画でも上げさせてもらったんですけども、間違いなく牧選手をね、ドラフト1位で指名するんじゃないかなというのは思っていたんです。その中で今回本当に強欲に行ったなということがありまして、あえて牧選手をね、2位でまで残るだろうというね、戦略を立てつつ、1位で即戦力のね、右腕の入江選手を取りつつ、本当に2位でね、牧選手を取れたということは、実質ドラフト2位、1位がね、2人いるようなもんですし、この戦略は本当に素晴らしい、素晴らしすぎて本番にね、脱帽してしまうぐらいのね、素晴らしい内容でございました。そして1位2位でね、しっかりと即戦力の大学生を2人取りつつ、課題であるね、高校生の、サウスポーというね、やっぱ中継ぎ投手を含めて、非常に手薄になってきますので、松本選手、池谷選手、高田選手という非常にいいサウスポーを取りつつ、宮崎選手の後継者である、小深田選手を、取っていった、本指名はね、ほんまにね、火のつけようがないね、素晴らしいね、指名になりました。そして育成ドラフトでもね、左のサウスポーの正石川選手と、非常にいいピッチャーの素材の加藤選手を取ることができましたので、本当に文句をつけられるところがない、ドラフトになったのではないでしょうか。はい、ということでね、1人ずつドラフト1位の入江選手から順番に見ていきたいなと思います。まずは1位の入江選手から見ていきましょう。はい、で、まず入江大成選手ですね。明治大学のピッチャーで22歳、身長187センチ、84キロ、左右四つのピッチャーでございます。そうですね、1位指名で消えるんじゃないかなというのがね、もっぱらの噂だったんですけども、一本釣りできたということは非常に大きいかなというのは思いますし、本当にウェルカムでございます。マックス153キロの直球に合わせて、ストレートと、フォークのコンビネーションが、売りのピッチャーかなというのは思っております。制球力というものもね、非常に、ありますし、やはり柔らかいね、腕の振りから投げ下ろしてくる直球というものが非常に魅力的なピッチャーですね。本当にピッチャーとしても完成度というのはね、高いピッチャーなんですけども、高校3年生の夏の甲子園で、3試合連続ホームランというものを含んでいますので、プロではね、二刀流とかせずにピッチャー一本でいくというのは思うんですけども、セ・リーグでなんといってもね、ピッチャーが打席に立ちますので、非常にその打席面でもね、打撃面でも非常に楽しみな、和製ウィーランドにもね、なってくれるような選手になってくれるんじゃないかなというのは、楽しみで仕方ありません。
先発ではね、個人的に大学生のピッチャーなので、先発で行くんであれば素材型の選手かなというのは思うんですけども、もし中継ぎで使うのであれば、1年目ぐらいバンバンと投げてくれるピッチャーかなというのは個人的に思っているんですけども、まあ、できれば先発で、ぜひ育てていってほしいピッチャーかなというのは思っております。次にねドラフト2位の選手なんですけども、牧秀悟選手でございます。まあ、中央大学のね22歳のバッター、178センチ83キロ、右投げ右打ちの、バッターでございます。まあ、内野手なんですけどもね、ドラフト1位指名の、ね、予想動画でも紹介の方をさせていただいたんですけども、まあ、今はセカンドということで、もともとはね、ショートを守っていた選手なんですけども、ちょっとショートでの守備というものはちょっと懸念点というものがありまして、セカンドへコンバートされたという形になって、今はセカンドを主に守っています。まあ、守備力というものがね非常に課題というものがあったんですけども、その守備力という面もね、だんだんと向上というものはしてきていますし、まあ、サードの、ね、守備というものは大学ではあまり守っていないんですけども、まあ、プロでですねサードをね守らすというのも一つ面白いかなというのは思っております。やはり魅力的なのはもうバッティング面ですよね。大学のね日本代表でも4番を務めているという実績もありますし、やっぱ長打力が魅力で、あまり中距離砲ということで本塁打はそこまでないんですけども、まあ、二塁打が多いということはマスターに非常にやっぱ合う選手ですよね。二塁打がやはりホームランになるというケースがねやっぱ中距離砲はねやっぱハマスター合っているということがありますので、まあ、非常にハマスターに合っているといいますか、バッティングコントロールというものもね、この今ドラフト、1位クラスのバッティングコントロールというものを持っていますし、広角に打ち分けることができる、素晴らしいバッターなのかなというのはね、思っております。はい、3位のね次は選手なんですけども、松本龍之介選手ですね。18歳の188センチの長身ですね。で84キロ、左打ち、マックス152キロ出るというピッチャーでございます。まあ、久しぶりにね、最初の4番打ったんですけども、横浜高校の選手を取ってまいりました。本当にね、ラミレス監督が監督をしているって言いますか、DeNA になってからね、なかなか本当に横浜高校の選手を取っていなかったんですけども、本当に久しぶりの指名ということになりましたね。リーチが非常に長いピッチャーでね、調子のサウスポーですね。なんといってもやっぱり変化球の多さというものがこの選手の非常に魅力的な点ですね。スライダーやチェンジアップだけではなくて、ナックルカーブというね、非常にいい、球種、さまざまな変化球を持ちまして、188センチというね、長身から繰り出されてくる、角度もある、そして制球もある、素晴らしいストレートを投げるピッチャーでございます。まだまだちょっとリリースポイントがね安定しないという、懸念点というものはあるんですけども、高校生ナンバーワンのねサウスポーという評価も非常に高いピッチャーですので、高校生ということですので、じっくりと2軍で煮詰めて、ね調整していって成長させていってほしいというピッチャーでございます。はい、続きましてドラフト4位なんですけども、小深田大地選手でございます。18歳の履正社の選手でして、178センチ89キロ、右左左打ち、遠投が110メートルということで肩も強く、50メートル6秒8ということで、フルスイングが、持ち味の選手でございます。フルスイングが持ち味だけではなくてね、通算高校通算34発ということで、強肩強打の選手、さらにはね長打力が魅力の、サードを守っているという選手です。バッティングコントロールが非常に良くてね、広角に打ち上げることもできますので、選球眼もね非常にいい選手ですので、まだ高校生ということなんですけども、2軍でねじっくりと育てて、宮崎選手に次ぐねサードの後側の存在になってくれれば、万々歳の選手かなっていうのは思いますし、もうこの小深田選手はね個人的なドラフト2位ぐらいで消えるのかなというのは思っていたんですけども、やはりこの4位という順位まで残っていたこと、この4位の順位に獲得できたっていうことは非常に大きいかなというのは思いますので、本当にいい指名をしてくれたなという感じはしてくれています。はい、続きまして5位の選手なんですけども、池谷壮太選手でございます。まあ、社会人ということなんですけども、高卒3年目ということで、まだ年齢は21歳、174センチ77キロということで、また左投げのピッチャーですね。左投げ左打ち、マックスが147キロ出るというピッチャーでございます。まあ、なんといってもこの選手の特徴はですね、回転数が高くて、本当にね今ドラフト屈指といいほど言ってもいいぐらいの綺麗なストレートを、投げるというピッチャーでございます。去年まではね中継ぎで主に登板の方をしていまして、今年からはね先発に、転向いたしました。先発に転向してからはですね非常に力強いボールも投げていますし、完投や、そしてギアチェンジというものもね、できるようになりましたので、今年ね本当に成長したピッチャーの一人と言っても、いいのかなというのはね思っています。あとはそうですね、武器になる、ね、やっぱチェンジアップというものが、必要になってくるかなというのは思いますので、そのチェンジアップをねやっぱり来年の、横
横浜 DeNA ベイスターズというのはね、今永選手やね、東選手、そして田中健二郎選手などのね、素晴らしいサウスポーが、先輩たちがね、2軍にいるという状況になりますので、しっかりと話を聞いてね、チェンジアップなどいい変化球をちょっと身につけてもらって、ステップアップしていってほしい、素材型の、ピッチャーかなというのは思っております。はい、続きまして6位の選手なんですけども、高田拓人選手です。18歳177センチ77キロ、マックス148キロ投げるピッチャーで、コーナーにね、その、ストレートも投げ分けることができるというピッチャーでございます。左投げ左打ち、そして、ね、またサウスポーのピッチャーということで、育成でも1人取っているんですけども、サウスポーのピッチャーをなんとね4人取ってね、また左腕帝国をね完成させつつあるという状況になっていますね。先ほどの松本選手もですね、高校生左腕でナンバーワンという評価だったんですけども、このね高田選手もね、松本選手に負けずと、ナンバーワン候補の、ピッチャーでございます。まあ、高校生ながらね非常に完成度が高いという、評価をね、されているピッチャーでして、投球技術自体はね高校生と思えないぐらいの、本当に、能力というものを持っています。牽制というものも非常にうまいですし、粘り強いねピッチングもするということができますので、あとはね球速というものをね上げていって、高田選手自身はね憧れの選手は今永選手ということを答えていますので、その憧れの選手の今永選手がね、来年は先ほど言った通り、2軍によくいるかなというのがね序盤を思いますので、しっかりと話を聞いてね、本当にね楽しみな選手になってくれるんじゃないかなというね気はしております。はい、ね、本指名の6人の選手は指名終わったんですけども、続きまして育成で取りましたね、2人の選手を紹介して終わっていきたいなと思います。育成1位の選手なんですけども、石川達也選手です。まあね、経歴がですね、横浜高校から法政大学に入ったということで、横浜高校から法政大学ということはね、もう非常にベイスターズにね、もう入るべからずという感じの選手ですね。入るためにね、来た選手かなというのは思いますので、本当に経歴もバッチリと言った、選手でございますね。石川選手がね、こうしてね、対談という感じになったんですけども、まあ、新たにね、横浜高校の石川選手が来たということで、非常にハッピーな内容になっていますね。22歳で、178センチ75キロ、マックス146キロ投げるという、これもまたサウスポーの、右投げの、ピッチャーでございます。まあ、ストレートというものがね主に中心の、選手なんですけども、あとはねスライダーや、ブレーキがかかったねチェンジアップなどを、まあ、サイドに投げて、投げ分けていくというピッチャーでございます。まあね、気持ちがねこの選手の魅力的なポイントなんですけども、まあ、気持ちがね非常に強くてね、打たれでもあんまりね引きずらないというところがやっぱり一番の魅力的な部分かなというのは思っていますので、まあ、あとはね今年春ちょっと故障がありまして、まだまだ調子が出ていないということで、育成のこの順位まで残っていたかなというのは思うんですけども、しっかりとそのね調子というものをどんどん上げていって、支配下の切符というものを掴んでいってほしい選手かなというふうに感じはしております。続きまして育成ドラフト2位のね加藤大選手なんですけども、まあ、18歳でね、これもまた横浜選手ですね、横浜隼人の、ピッチャーでございます。まあ、18歳で177センチ、81キロ、マックスはね151キロ出るという右投げ右打ちの、3クォーターのピッチャーでございます。まあ、3クォーターですのでね非常にね面白いピッチャーですね。この選手の特徴としましては、その151キロマックスでるストレートで、まあ、どんどんと、ストレートストレートで押していくというピッチャーでございます。やっぱりね変化球はまだまだ、プロに入ってから、鍛えないといけないということはあるんですけども、まあ、その直球を中心に、東海大相模戦では3回を投げまして7奪三振という記録もね、持っているピッチャーですので、非常にやっぱ三振をね現時点でも取ることができますので、どんどんと鍛えていってね、中継ぎ向きなピッチャーになるというのは思うんですけども、楽しみで、仕方ない選手かなというのは思いますので、支配下行くことが非常に楽しみでございます。はい、こんな感じでね、本指名6名の選手と育成の2人の選手、合計8名の選手をね、この動画でね紹介の方をさせていただきました。ちょっとね早足で撮っていっていますので、この情報違うよとかいう情報ねあるかもしれませんので、ありましたらぜひね、コメント欄でご指摘の方をしていただければなというのは思っております。いや本当にね完璧、本当にね完璧すぎるドラフトになったんですけども、ぜひね皆様の意見というものをね、聞かせていただければいいなというのは思っております。
2軍がね本当に来年ね、内野手を中心に非常に楽しみな内容になっていますので、来年の2軍は本当にさらに、目が離せない、来年ね早く、シーズンが始まってほしいという感じのドラフト結果になりました。はい、ということでね、今日はねこんな感じで終わっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもねこんな感じで撮っておりますので、来年のドラフトもね楽しみに見ていきたいなと思います。それではね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ、最後戦うぞ、年乱り出せて勝利の海、行くぞベイスターズ、カットはぜ、EDA!